しませ。私はお食事処沼津港の千本市かもみ丸のおかみをしてます、あつこママと言います。いつも着物を着てあつこママという名札をして接客させていただいております。本日は皆さんももうお気づきかと思うんですが、沼津といえばラブライブサンシャインの聖地なんですよね。そしてうちも千本市かもみ丸と登録させていただいております。かもめ丸はダイヤちゃんの登録店で、千本市もラブライブサンシャインを応援させていただいてます。で、こちら見てください。皆さんもご存知のこちらラブライブサンシャインアクアメンバーのカナンちゃんです。なぜ今日こんなにカナンちゃんがいるかというと、まあ、実は私自宅にも祭壇あって3階にも1階にも祭壇あって、これはほんの一部なんですが、なぜここにいるかっていうと、そうです、皆さんご存知の2月の10日はかなんちゃんのお誕生日、おめでとう、パフ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 、かなんちゃんおめでとうございます。で、私は、ラブライブサンシャインのメンバーのお誕生日を毎月 ある場合は、誕生日ボードをオリジナルで作ってるんですね。で、先月1月は、ダイヤちゃんの誕生日だったので、1月のダイヤちゃんボードで畳1畳分のバースデーボードを作りました。で、カモメ丸にも1枚作って、あと、まあ、1月ということでハッピーニューイヤー、金河新年、お正月バージョンのボードも千本市とカモメ丸で置かせていただきました。で、今日はカナンちゃんの誕生日ということなので、私カモメ丸に1枚、千本市に1枚作っております。それを今日、いつもだったらツイッターや、まあ、ご来店いただいたお客様でしか見せていなかったんですが、今日は動画でご紹介させていただこうと思います。ちょっとお待ちください。1枚目です。じゃーん、こちら千本市に置く予定のカナンちゃんのバースデーボードです。ここにカナンハッピーバースデーと、ちょっと発音よくさせていただきましたを貼らせていただいて、まあ、カナンちゃんの海のイメージですよね、アクアなイメージをちょっとイメージさせて作らせていただきました。で、人手を置いたりとか、ちょっとチンアナゴちょっと置かせていただいたりとか、貝なんかね置いたりして、まあカナンちゃんのライオンあ、そうですよね、ここにライオンと、ここにはシマウマがいます、うん、これはねちょっとね、いいかなと思って、なんか私の中でのなんかカナンちゃんのイメージ、ライオンシマウマも一緒にいてもいいかなと思って貼ってつけさせて、ごめんなさい、ファンの方もう本当に私のなんかこう作ってるうちにね、ちょっとテンション上がってつけちゃったんですねこんな感じで、で、まあ、カナンちゃんのセリフも入れさせていただいて、これはオリジナルボードで3階の千本市の方に飾らせていただきます。そして次、カモメ丸のボードを持ってきます。ちょっとお待ちくださいね。2枚目です。ドゥルルルルン、はい、これがカモメ丸の、カナンちゃんのバースデーボードですねバースデー、こちらにもカナンハッピーバースデーと、はい、書かせていただいております。カナンちゃんのセリフも入れて、まあ、カナンちゃんが、スクールアイドルとして活動していく上でその元気な様子を、まあ、ここに滲まりますし、そのアイドルとしての元気な様子をイメージして作らさせていただきました。ですからここにも虹、星があったりとか、周りにもこういう星を施したりして、そのアイドル的な可愛い元気なカナンちゃんをイメージして作らさせていただきました。このねタイルもね1枚ずつちょっと貼らせていただいたんですが、もう作っててすごい楽しかったですはい、ぜひこれは1階のカモメ丸の方に展示します。そして、今月は、2月ということなので、バレンタインですよね。バレンタイン用に1枚作ってます。で、3階に実は黒沢姉妹の等身パネルを置いてるんですが、3階の千本市にダイヤちゃんとルビーちゃんのパネルを、1月は巫女さんの姿に衣装を着せてたんですね。で、2月は、バレンタインということなので、まあ、それは今日は動画には出さないんですが、ご来店いただいた方にはぜひ見てもらいたいです。私は多分ツイッターであげると思うので、まあ、ツイッターの方でもご覧になってください。で、
バレンタインのオリジナルボードも1枚作りました。それを今お持ちしますね。じゃ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 ーん、こちらです。かわいいでしょ。これここにね、ハッピーバレンタインとねシールを貼らせていただいて、それぞれの可愛さが出るようにデコレートしてみました。リボンつけたり、クッキー、チョコクッキーとか、これは実際本物のチョコレートなんですが、を貼らせていただいたりとか、まあ、なるべくピンク系、ハート系やこう赤系、ハートの赤を持ってきたりと、まあ、あのバレンタインな感じでイメージして作らさせていただきました。これも作るのすごい楽しくて、実はこれね、時間がなくて一晩に最初の1枚目、2枚目、この3枚目、一晩に3枚作りました。もうすごい大変でヘトヘトだったんですが、徹夜で作り上げました。まあ、これもぜひご来店いただいて、3階の千本市のところに置いておりますので見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。で、ここだけではないですね。実は当店は、実は公式のラブライブのコラボ丼をご提供してます。こちらなんですが、3種類公式でダイヤ丼、ルビー丼、アクアチラシという3種類のコラボ丼を提供させていただいてます。で、ダイヤ丼もルビー丼も、皆様ファンの方召し上がっていただくんですが、今回カナンちゃんの誕生日ということで、ぜひご紹介したいのがこの一番下のアクアチラシというのですね。これは9人のメンバーをイメージして作った丼なので、ぜひ今日はそれを紹介したいと思います。お待ちくださいね。ではカナンちゃんにちょっとここに間を作らさせていただいて、今お持ちします。じゃーん、こちらです。こちらがアクアチラシですね。ラブライブの公式コラボ丼アクアチラシです。こちらは下がアジの干物の炊き込みご飯になってます。そして、この上にですね、9人のメンバーをイメージした海鮮を乗せてます。今日はマグロ、サーモン、卵、タコ、キュウリ、ちょっと海鮮ではないんですがキュウリに、その日 の、 地魚を、今日はホウボウ、カンパチ、ハマチ、時にはキンメダイであったりとか、白身のお魚を、その朝揚がったものを散らさせていただきます。要は9人のメンバーが揃うように、こちらを、盛り付けています。そしてちょっと見てもらいたいのが、ここにキュウリがあるんですが、キュウリの上にイクラが 1,2,3,4,5,6,7,8、 1個落ちてないですか。ちょっと救いに行きます。はい、いた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 、ここにいますね。これですね。誰が落ちたのかな。誰が、これでなんと9人のメンバーがイクラとなってキュウリの上にいるんですね。これも、ぜひ見てもらいたいところですね。じゃあこちら、今日は恒例のあつこママの実食に行きたいと思います。でちょっとご説明もうちょっとさせていただくと、まずこれを3分の2、下がアジの干物の炊き込みご飯なので、このお醤油をまずかけて、まず3分の2召し上がってください。で3分の2召し上がったら残りがわずかになるので、そしたらこちらの温かいだし汁をかけて茶漬けとして召し上がるという2回楽しむ丼となってます。じゃあちょっといきますよ。で、ね、これちょっと食べづらいので、こういったレンゲもついているので、ぜひ、じゃあ、わさびもついてますが、これはお好みでわさびも使っていただければと思います。じゃあちょっとお醤油かけますね。わさびもちょっと入れましょうか。でかけます。こうやってかけて、このぐらいですかね。そして食べてみますよ。なんといってもね、ただ下が白いご飯じゃなくてアジの干物の炊き込みご飯なので、お味がねついているので、お醤油のかけすぎにご注意ください。おお、これが下がアジの干物の炊き込みご飯ですね。これちょっとマグロちょっと乗らないな。はい、こんな感じです。じゃあちょっと食べてみますね。いただきます。うん、
おいしい、おいしい。いや、これね、コラボ丼といって侮っちゃダメですよ。誰も侮ってないですよね。すごいおいしい。あの、実はこのキラキラした上の、これは何だろうと思いの方もあると思うんですが、これ海藻クリスタルというもので、このキラキラしたのは海藻なんですね。これはアクアの輝くようなきらめきをイメージしてトッピングしてるんですが、これもコリコリして食感がすごくいいです。で、上にオレンジ色、これもコリコリして、で、上にオレンジ色の小さなとびっこというのを散らさせていただいてるんですが、それもの食感も良くて、それで海鮮とアジの干物の炊き込みご飯の旨味と食感がダブルで来て、すっごく美味しいです。もう二口目いってみますね。うん、美味しい。これ美味しいですよ、すごく抜群でね。これお味噌汁もついてるんですよ。わかめとネギのお味噌汁がついてるので、これもちょっと、お味噌汁も美味しいですね。これは最高です。で、これをこのキュウイとイクラのこのメンバーをいつ食べるんだって感じですよね。私は忍びなくてとても食べれないんですが、これはどうしましょうか。まあね、こう途中で一人ずつ召し上がっていただければと思います。で、これを茶漬けにするので、ちょっと今日は本当でしたらこのまま食べたいんですが、皆さんご存知のように今日のカメラマンも、はい、リコちゃんです。リコちゃんは一緒に食べないともうカメラを撮ってくれないので、 いつもの通り撮影が終わったらリコちゃんとシェアしたいので、ちょっと今日は茶漬けの分だけ、普通は出ないんですが、お椀をご用意してますので、こちらに撮って茶漬けの感じをちょっと出してみたいと思いますね。これはついてこないんですが、まあ、言っていただければお出しするので、お茶碗の方もちょっとね、リコちゃんがいるのでね、撮っとかないといけないので。これね、すごいでしょ、海鮮がたくさんのメンバーがいっぱいいるので、アジの干物の炊き込みご飯のこのアジの干物も見えますかね。すごくオリジナルで作ったアジの干物の炊き込みご飯なんで、もう旨味が凝縮されてますね。で、この海鮮を乗せて、まあ、こんな感じでしょうか。これにだし汁をかけるんですね。こちらについてまいります。このだし汁をかけますよ。こうやってお好みでね、わさびをね入れてもいいかと思います。このようにかけて、はい、見てください。これもちょっといただきます。2回目はどんな味がするんでしょうか。お、タコさんとマグロ、ハマチなんかいますね。ちょっと海藻クリスタルも入ってるんで食感も楽しみだと思います。いきます、いただきます。これ美味しい。あの、だし汁がすごくアジの干物から出る旨味と、あの、なんですかね、コラボレーション、このだし汁とアジの干物の旨味のコラボレーションと、海鮮の食感とかとびっことか、あの、海藻クリスタルの茶漬けなんだけど食感も良くてすごく美味しい。また全然違う味になって2回楽しいです。1回食べてもらって、そのまま食べてもらっても美味しいし、2回目も茶漬けとして本当に満喫できます。ぜひ、かなんちゃんのお誕生日に、アクアチラシの方召し上がりに来てみてください。別にあの他のダイヤ丼もルビー丼もあるので、そちらも、召し上がっていただければと思います。本日はかなんちゃんのお誕生日に、当店のラブライブ公式コラボ丼のアクアチラシをご紹介させていただきました。本日も最後までご視聴の方ありがとうございました。私あつこママは皆様のご健康とお幸せを沼津港よりいつも祈っております。よろしければチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。またのお越しをお待ちしております。はい、どうぞ食べてください。どうよ、はい、ちゃんとね、証拠を残しておかないと。ちゃんとリコちゃんにも提供しております。どうでしょうか、リコちゃん。お、言葉が出てる。あまりの美味しさに言
言葉が出ておりませんで、美味しいでしょ、ね、これ本当に美味しいでしょ。え、なんか、うん、あ、なぞってたほら、やっぱりそうなんです。これあ、これ確かに、うん、あ、なぞってたえ、なんかルビードが一番好きだったけど、うん、あ、美味しい。これ赤アジライス最高だよ。海藻クリスタルが斬新でいいよね、うん、よし、こうやってリコちゃん今日も楽しんでおります。ありがとうございました。美味しいですよ本当に美味しい。